なんとまた浜松に来てしまいました。イエーイ、ブラディとファングです。おなじみの、よろしくお願いします。今日はこの浜松の街にスーパースター井上京子さんが登場するんですよね。そうなんです。イエーイ、バクバク。イエーイ、ファングのお店の、鉄板焼きマサに井上京子さんが来ていただいて、イベントを今日は行います。なので今日は嵐になるかどうなるか。ちなみに天気は超嵐です。天気は大雨ですが、はい、今ですね、京子さんが新幹線で来るのを待っている状態です、はい、後ほどお楽しみください。おはようございます。おはようございます。おはようございます。浜松に来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。夏イベント頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。井上京子選手の貴重なメイクシーンを撮らせていただくことになりました。ありがとうございます。京子さん、許可してないよ。あ、してないですか。ではなんで浜松に来てくださろうと思ったんですか。ファングちゃんのお店やってから多分何十年も経つんだと思うんだけど、はい、なんか来ようと思ってて全然来れなくて、はい、でこの間試合呼んでもらった時に、ああもう本当に口だけになるから来なきゃと思って、はい、ちょっとゆっくり来たいなと思ったの。すごい、あの浜松の街は大騒ぎみたいです。な本当です。今日はマジで楽しみなんですよ。よかった来れて、マジで。そしてお母さんにも会えたしね。はい、ハングのお母さん、京子さんのこと大好きなんです。やったー。はい、そして完成します。はい、京子さん、あのペン、黄色いペンは発売そうねなって変わったんですか、昔のペンと。うん、変わってない。もう少しで井上京子のプロレス人生が終わるよ。どうしてですか。ペンなくなったらもう終わりじゃん。あ、京子さんのこのメイク用のこのペンが生産中止になってしまったらしく。そう、ここに電話したよ。あ、どうしたお願いします。井上京子の選手生命が終わるので、はい、このポスカをお願いだから復帰させてくださいと、はい、言ったけど、ちょっとそれは難しいと。これの太いやつがあるので、それが代用できませんかと言われ、はい、はい、でも全国から送ってくれたので、はい、まだ50本以上はあるので、なんとか持ちそうです。いいんじゃない。はい、ありがとうございます。いいと思います。完成です。かっこいいです。ありがとうございます。はい、お足元の悪い中、はい、していただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は一番は本当は実はママのために来ました。ママさん、いない。お土産が、お好み焼きだ。すごい、京子さんのファンですか。大好きだ。あ、そうなんですね。京子さんのプロレスの中で一番好きじゃんね。京子さんがお店に来るよ。でも昨日もお母さんはあれだ、京子さんの写真撮るからってすごい割り切っちゃって。写真撮るからって撮りましょうね。そうよ、京子さんここ入ってくれる。あ、わかりました。待って、思い出した。お前今鮮明に思い出した。走馬灯を着ました。ドン、生きてた。でそれをボーンってガンとやられて地べたになります。その半分に立つ系を上に乗せたんだ、誰か。で、それでそれをここ2人誰か押さえてた。やめよ。これ写真じゃないですから。写真じゃないから。本日はありがとうございましたって言ってください。1年に1回来てって言っていただいたので、1年に1回来ていいですか。京子さんが浜松を大好きになってくださったら幸せです。